行くぞマーベラス。おう。チェンソールセット。レッツゴーオン。豪快チェンジ。今日の YouTube、まあこれを着てるということは、そう、皆さんね、ご存知の通り、コラボでございます。コラボする方は、こちらのお方お小沢亮太くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、今日の YouTube は、マッハで行くぜ。派手に行くぜ。マッハ全開ゴーレッド役、古原やすしさと、豪快レッドキャプテンマーベラス役の小沢亮太です。お送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、もうようやくよ、本当にようやくよ、もう ね、本当にね、こいつはね、連絡がマジで返ってこない。なかなかザルだからね。本当よ、連絡返さないっていう名だから。だって俺、亮太にオファーしてから1ヶ月後くらいに、お前そういえばどうなったのって言ったら、マネージャーに言っとくわみたいな。言えよ、早く言えよ。お前言ってなかったんかいって。全然忘れてた。おい、言えよ。全然忘れてた。言ったじゃん俺さ、返信する中で、やっぱお前とのさ、やっぱ思い出は結構強いからさ、うん、それはゴーオンジャーももちろん強いよ、うん、そうだけど、ゴーオンジャーのメンバーは忙しかったりとかさ、なかなかタイミング合わなくって、うん、でもお前もさ、なんかあの時はちょうど暇だったじゃん、うん、そうだから、お前に連絡したのに1ヶ月だよ、亮太くん。1ヶ月、亮太くん今忙しい。え、今忙しい。なんで今。いや、1ヶ月前だからさ、この間にさ、まあいろんなヒーローとかとのコラボはあるんだけれども、うん、お前が一番最初だから。はじめます。はい、ということなんですけれども、じゃあまずね、なんでこの亮太とそのお礼の、なんだろうな、結構やっぱ見てる人とかも、なんでこんな仲いいのって思ってる人いると思うんだけれども、うん、なんでってかって言ったら、亮太がね、実はあの豪快レッドになる前から俺は知ってるんだよね。そうなんだよね。なんだっけ、あの舞台言って。T シャツ三国志。おー、そうそうそう、言えたね。お前ちょっと一瞬忘れてた。いや、忘れてないよ。忘れてないね。思い出深いんで。お前なんで、俺両夫の役で、なんだっけ、カンウ、そうとリジュ。あ、二つやってたっけ。そうだ。そう、カンウの役で、で、その時僕が主演で、亮太が客演で来てくれたんだよね、うん、そう。でもあの時も結構大変だったよな、本当に。俺、ほぼ初めての舞台だから、うんうんうん、2回目なんだよね、あれ。でもさ、なんか亮太が初めてとか言うんだけど、こいつずっとこのまま変わんないの、本当に。あのね、あの時からね、もう貫禄はなぜかあった、マジで。ねえよ。いや、あった。年下だって思ってなかった、マジで。いやいやいや、だって俺、お前が年下って気づいたの途中からだもん。あ、そうなの。うん、俺は圧倒的に年上だと思ってたよ。うっそ、うん、最初から。しかもさ、レッドやったりとかしてさ、うん、何もないじゃん、これ。いや、何もなくはないだろ、別に。だってお前その時からさ、芸歴あ、芸歴はね、だからそれから何年後になったのよ、お前は豪快レッド。 T シャツ三国志から9ヶ月後。いや違う違う、バカ、嘘、本当に、本当だよ。 T シャツ三国、え、9ヶ月後に豪快レッド。 T シャツ三国志から9ヶ月後ぐらい、豪快レッド確か。え、なんで。え、マジで。なんで。え、早くない、そんなだっけ。だって終わった後にあの舞台でしょ。そっかそっかそっか、ごめん。合ってる合ってる。お前すごいじゃん。合ってんじゃねえかよこれ。すごいじゃんお前。合ってんじゃねえか。すごいじゃん。合ってる。そう、いや、すごくはない。いや、すごいよ。いやいや、すごくない、たまたま。そんなか。だからな、俺、お前と最初に飯食いに行ったの、多分モーヤンカレーかなんかあった気がするし。ああ、稽古場だって西にはあったもんね。そうそうそう、あの時。そっか、あ、でももう元気だったか。あ、元気。あ、そう、お前そうだよね、ICU かなんか。バイク事故だったから。ICU だっけ、なんだっけ。そう、ICU に1ヶ月ぐらいいた。 ICU ってことは死にかけたってことでしょ。そうね、それ聞いてたよね、確か俺ね。そう、死にかけて、トラックとやって、うん、バイクでな、バイクでな。バイクでね、そっからバイク乗ってないんだっけ、なんだっけ。もう乗れないよ。だよな、怖いよね。親震えちゃうよ。さすがに無理だな。そんな、バイクの時にさ、引かれた時、直近覚えてる。引かれる瞬間覚えてる。え、覚えてんの。あ、バン。え、マジ。え、痛い、やっぱめっちゃ痛い。いや、起きたら痛かったけど、あ、でも3日間ぐらいちょっと起きなかったっぽくて。お前さ、よく頭とかさ、顔とかさ、打たなかったな。打ったよ。え、でも顔全然大丈夫じゃん。なんか跡残ってたね。あと一応ある、酒飲むと出る。え、ルローリケンシみたいにこういうのとか。まあそれはちょっとやだね。まあそうだよな。でも傷は一つぐらいあった方がいいんだよ、男は。まあまあそうだね。その軽度とかあるから、うんうん、やばいとこ心臓とかじゃなくてよかったね。うん、よく生き残ったな、お前本当に。でもその事故った時、ちょうどあるオーディションの、うん、有名なオーディション
の受かりましたって電話が鳴ってたの。マジで？マジで？そう。だからそれで事故ってちょっとそれでまあ交番になりました、うん、からまた頑張ろうってよくその時頑張れたなと思った、うん、それでもレッドになったからすごい嬉しかった、うん、いやそうだよね本当に。でよかったよねそっちになってね、うん、レッドね。マジでよかった、マジでよかった、マジでよかった。いや本当そう思う。事故ってテンション下がった後のサプライズだったね。あれはよかったな、うん、本当。だからまあこういう感じだけど、ね、みんな若い人は目指すもんね。目指す目指す、うん、だっていやこれねたまたまって言うけどね、りょうたがそのオーディション受けてる時ね、うん、そうなんか連絡来て、まあオーディション受けてるのは知ってたからさね。で前日なあれだよ、俺のもともとバイトしてた、昔バイトしてたその居酒屋の個室でりょうたと前日練習したもんな。したね。次の日行くって言うから、そしたらお前なんて言われたんだっけ。いやなんかお前さ、ソウスケみたいじゃないって言われたんじゃなかった、なんか言われた気がする。いやなんかお前そうやって俺にそうやって言ってたよね。お前俺に言ってた、そうやってなんか俺あのなんかヤスに言われてさ、そのままやったらさなんか俺ソウスケみたいなんだねって言われたんだけどびっくりしたわとかお前言ってたよ確か。あぶねえあぶねえあぶねえ。いやいやそれで受かったんじゃねえかよ。お前いいじゃねえかよそれは。受かったんだからいいじゃんそれで。でも全然違う役だね。役は違うね、もう全然違うね。でもどう、やっぱ豪快レッドになった時やっぱ嬉しかった。嬉しかったね。そうだよね。実感全然なかった。あやっぱそう分かる、うん、俺もなかったマジで。だからそれほどの責任感がないってことその時は。あーなるほどね、最初はね。だからそれをその分、うん、周りの人がそれを固めてくれたというか、うん、マネージャーとかそういうのが固めてくれたんだなって今思ってる、うん、いやでもね正直マーベラスの役はお前にめちゃめちゃ合ってるよね。そんな、うん、あれお前じゃん。いやね、地元のやつによく言われた。あれお前じゃん、全くお前じゃんってよく言われた。お前じゃん、ほんと肉が好きなところもお前だしさ。まあそうだ ねカレーとかも好きだからそれ当て書きな気がするけど。あ当て書きなんだ、結構当て書きしてくれるじゃん。あそうだよね。いやもうほんとにそれ言われた。やっぱそうだよね、言われた、まあ、正直最初ゴーカイジャのあれ見た時に海賊戦隊ってなったから、あどういう感じになるんだろうって言ったら、あでもこいつヒーローっぽくできるんかなみたいなちょっとあって、正直。あそうなの。そしたらあリョータやんこれみたいな。マーベラスリョータやん、ちょっと機嫌の悪めのリョータやんみたいな。機嫌悪めのリョータやんみたいな。そういやだから俺もめちゃめちゃやっぱ嬉しかったし、うん、で何よりなんかお前もさ雑誌とかでさ答えてたけどさ、ゴーカイジャって、まあ、知ってる人はもちろんいると思うんだけど知らない人のためにゴーカイジャってどういう作品か言って。ゴーカイジャはどういう作品か、うん、ゴーカイジャは、うん、海賊戦隊で、うん、いろんな過去の、うん、ヒーローから、うん、ゴレンジャーから、うん、なんか最近は、うん、今のヒーローも変身できちゃうだよな、だよな、全体なんですよ。そうで、こいつから、まあ、聞いてすごく嬉しかったのが、お前が一番最初に変身したの誰なの。豪快じゃん。チキン。バカ。その後ね、豪快じゃんの後に他の先輩たちのヒーローに攻める。そうそうそう。この人そうでしょ。う言わされた。こいつね、言わされた。なんかね、こういうとこあるんですよ。なんか謎になんか変なとこね、なんか恥ずかしがり屋なんですよね。ほんとお前なんなんそれ、ね、お前今までにないくらい顔赤いけど大丈夫。面白かった、面白かった。だから俺からするとすごい嬉しかったのは、やっぱりそのオーディションの前からりょうたのそのオーディションのその練習付き合って、でこいつが豪快レッド決まったっていう風に聞いて、こいつが初めて先輩のレンジャーに変身したのが俺だったっていうのはなんかめちゃめちゃやっぱ嬉しくって。ただね俺一つ言うと、自分以外にやっぱり変身してほしくない気持ちはやっぱあるんでしょ。みんなそうじゃない多分。まあそうでしょ、うん、そうだと思うんだけど、なんかこいつだったらいいかなみたいなやっぱちょっとあった。それあそうなん でなんかあれわざとなのかな、あえて古原ね康久のゴーモネットにしたのかな。いやわかんない、それはわかんないんだよ。でも確かに俺がその亮太とその仲良かったとかっていうのは多分東映の人みんな知ってるから、そこは、うん、だって舞台にもさ絶対見に来てるから。ああそうなんだ。えだって俺もそのゴーモンジャー決まる前に日笠さんがよく考えたら来てたもん、俺の舞台に。だから偵察に絶対来てるはずなんだ。そうだから多分お前のことを知ってるし、もちろんだってさ最後まで残すんだから当たり前に知ったら見に行くじゃん絶対。そうだね、どんな感じか。確かに。そう舞台「狼の誘惑」という、うん、韓国映画で10年前ぐらいの韓国映画、もっとかな、うん、の映画を舞台化するんですよ、うん、日本で。へえ。それに出させてもらうんですけど、高校生の話なんですよ。あ高校生34歳なんですけど、おうおうおう、まあ、それが7月23から31までやるんですけど、ダブルチームで僕は28から31まで出るので、まあ、
銀座の博品館。博品館、はい、おもちゃ屋の上です。おうおうおう、でやるんで、うん、まあ、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、はい、ぜひ亮太くんの高校生姿なんてなかなか見られないからね、はい、もう最後なんじゃないかぐらいだよ ね、 ね、でも割と顔的にはまだいけるよね。ただ体がごついから、あ、ぜひぜひ見てください、はい、ぜひ。もう一つね、はい、これ大事だから、これも見に行くから。それ本当、うん、TTFC オリジナル2カイザー対ゴーカイジャー、うん、ジューンブライドはタヌキ味、はいはいはい、これ上映会イベントが、うん、決定しまして、おめでとうございます、はい、これ見に行くわ、はい、まあ、それが、東京ドームシティのシアター G ロッソで、 G ロッソでね、7月23日、うんうん、土曜日から、はい、土曜日1日なんですけど、うん、1回公演と2回公演あって、うん、まあ、2部制で16時半からと19時半から、うん、ございます、うん、質問コーナー、うんうん、単純に、あとゲームコーナー抽選会が1回もあって、うん、何もらえるの知らねえよ。何もらえるの分かんない。2回公演目は、うん、登壇キャストによる生コメンタリーがあります。生コメンタリーだから見ながら喋る僕たちみたいなのがあって、うんうんうん、こう1部と2部でもだいぶ違う。楽しかったよ、前やったんですけど、うんうん、楽しかったんで、あ、ほんと、ぜひぜひ、はい、23日遊びに来てください。はい、ということで皆さん小沢亮太くんのね、ぜひ見に行ってあげてください。で、まあそこからゴーカイジャーになりまして、で、俺もゴーカイジャーにだから出ることになるんですよ。そうなんですよ、先輩のね、ゲストがいっぱい来てくれてたから、うん、ね、そう、ほとんど来たよね。いや、ほとんど来たんだよ。35周年だから35人は以上絶対出てたから、絶対来てる、来てるし、ほら、ハリケンジャーとか全員出てたでしょ。3人だけか。ハリケンレッド、ハリケンブルー、ハリケンイエロー出たかな。おお、まあ、あんま覚えてないの、お前。覚えてないよ。え、マジで。どれだけ来たと思ってんの。確かに確かに。映画とかでたまにちょい出てさ、どれだけ出たと思ってんの、みんな。ちなみにうちのミューも豪快で出てるでしょ。シルバー、ゴーンシルバー、最後。映画じゃない？映画で、うん、チアガールの格好とかしてた。あ、本当？うん。あ、本当。多分、ね、出てると思うんだけど、豪快じゃん。そう、うん、でも俺結構割とその豪快じゃん中でも35、6話っていうね、2話しかも1人だけのメインのやつでは多分レッドで俺だけだと思うんだよね、2話出てるのって。おそらくそうなんだ、多分俺だけだと思う。へー、シュン君とかも2話出てたんだけれども、あれは3人で出てるから。あー、そう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 、だから多分俺は単品で、で、まあ結構重要な役だったじゃん、マッハルコンを渡すっていうさ。あー、そう、お前並みに性格のさ、なかなかね、やばいエンジンを渡すっていう。そう、そんなやばかった。それをお前がさらに力で押さえつける。そう、もうめちゃめちゃさ、荒れてるさ、すごい悪い子だった。あ、そう、確かに。まあ、ハルコンは。そう、共演がすごい2回目だよね。そうだね。そう。そうやって考えたら、まあまあ、亮太とは縁があるわけですよ。そうだね。って考えたら。でも他のドラマとかで全然共演しないよね。そうだね。本当はそっちでもしたいけど。全然共演しないよね。だから特撮関係やっぱ多いよね。ね、うん、どうしても。ね、俺多分さ、あの後さ、NHK の方に行っちゃったから、多分それであんまり共演がないのかな、ね、あんまお芝居してなかった。いや、もうほんと超久々よ、今回。あ、そうなんだ、うん、え、できますか。いや、だからそこなんよ、ほんと教えてください、パイセン。ほんとに、亮太先輩、はい、だけど、でも多分見てる人からしたら、まあまあさ、なんかお互いのさ、やつにさ、出てるじゃん、SNS に、うん、そう、だから、まあまあ共演してるイメージあると思う。確かに。でも全然そんなことなくて、どっちかって言ったら飯行ったりとかしてるから。そうだね、出会ってもだって11年とか。あ、そっか、お前天豪会やったもんな。じゃあ10周年終わってるから、10周年終わってるから11年ぐらいだね。うわ、すごいね、お前変わんないね、お前マジで。お前も変わんねえ。お前はマジで変わらんな。お前って大変だな。見てる人大変だな。マジで、じゃあほんと変わらないから。これ会った時からこれはヤバくないですか、皆さん。ほんとずっと、いや、その前もうちょっと元気だったでしょ。え、もうちょっと元気だった。いやいや、お前はずっとこれ、ほんとブレずにこれ。結構俺、うん、こう人見知りだから。お前人見知りなの。だ、結局人見知りなんですよ、うん、今そういうことないんですけど、うん、話すけど、うん、結局人見知りだったから豪快じゃん時とかめちゃくちゃ人見知りだよ。え、ちょっと待って、じゃあ豪快メンバーだから一番最初仲良かったの誰。一番最初仲良かった、仲良くな、一番最初仲良くなったの誰。でもグリーン、ブルーかグリーンだよ、うん、ああ、ゆうき か、うん、かずきしかいなかったから最初。え、そうだっけ。男アイム、あ、そう、そうだね、アイムは女です。あ、そうか、アイムとかでもさ、なんか割とさ、俺なんか豪快の現場行ったら割となんかお前が兄貴みたいな感じだったじゃん、ちょっと。まあね、ね、一番年上。年上。あ、そうなの。そう、グリーンとブルー、カズキとユウキは同い年。あ、そうなんだ。そう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 。え、待って、あれはルカちゃんは1個下とか、その、
勇気とかの。あ、そうなんだ。そう、やっぱなんかみんながなんかお前を慕うみたいな、なんかそういう、だからキャプテンマーガーズ終わってたよね、本当にお前ね。でもみんな自由だったよ。え、そう、うん、全然自由、慕ってるっていうか普通に仲良かったけど。仲良かったよね、結構ね、うん、そう、なんかそれはすごい思ったかな、普通に。だし、なんかお前アクションめっちゃできるんだなと思った、普通に。なんか俺、お前から聞いてた話って、キックボクシングやってたんだっけ、昔。いや、あのね、それは終わってからなの。あ、終わってからなの。アクションアクションで、うん、やっぱパンチもするし蹴りもするじゃん、うん、じゃあ何をしようと思って、うん、でボクシングだけだと上半身だけじゃん、うん、だからなんかジークンドーとかいいなと思ったの最初、うんうん、でもそのジムにお邪魔したんですよ、体入で、うんうん、体験入店してみたら、うん、地下で、うん、めちゃくちゃ臭くて、うん、いや使えれば、あーやりたいけどもう臭くて無理だわって全然使っていいよ、臭ーと思って、うんうんうん、でキックボクシングの家、前行ったところは家の近くの事務所のジムだったんですけど、そこは1階で、うん、いい匂いしたんですよ。あ、なるほどね。それで入った。匂い大事、匂い大事。そう、こいつね、意外にね、神経質で、例えば普通に飲み物とか男とかだったら、じゃあちょっとちょうだいよって言ったら別に飲むじゃないですか。こいつ口つけられるの嫌なんですよ、ここの。そうだから、こいつの飲み物飲むときだけ俺めっちゃ気をつけるんですよ。だから例えば、ここにペットボトルあるけど、りょうたがちょっとこのペットボトル持って、お前こうやって持ってて、これをじゃあちょっとちょうだいって言ったとき、俺どうやって飲むかって言ったら、このままこうやって飲むんじゃなくて、これ俺こいつの時だけ、本当に。いや、自分のもだってそうやって飲まない。え、そうなの。お前飲んでみて。俺も恥ずかしいけどこうやって飲む。そう、飲みづらいんだわそれ、マジで。これ変わってません、これマジで。いや、本当に。おい、お前さ、結構きつい。しかもさ、これ炭酸とか関係なく全部これだから、炭酸って上からやるとシュワ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 ってなる。なるわかる。でもそれ全部これだから、アップってなる。アップってなるでしょ。炭酸の時くらい若い時からやってるんで。ああ、慣れてるんだ。慣れてて、慣れてる。逆にあの水を飲む芝居とかになるとボトボトこぼれてくるの、口から。一回あった、お台場でなんかこんなこうやってカッコつけるシーンがあって、ブレブレってなった、なった。つけた方が収まんないっていうね。でも面白くない？多分これあんま知ってる人いないと思うよ、亮太のこういうところって。そう、あんま、そう、いろいろ言わないっしょ。言わない、言ってるつもりだけど言ってないみたいね、うん。あと、亮太の多分みんなが思ってることで意外なことって、実はこいつは押しに弱いです、マジで。もうやめろ。もう基本強いからみんな押さないんだけど、俺とかはあんまりそういうのなんか押さないタイプだから、結構亮太に、おい、これやろうよ、あ、行こうぜ、あ、ちょ飯行こうよとか言ったりとかするんで、亮太はめんどくせえなって言いながら来てくれるいいやつです、こいつは。実はそう、こいつ。それお前の都合がいいだけだろうがよ。あれ、お前仮面ライダー受けてた？ない。仮面ライダーないの？受けてないね。受けてないんだ、うん、じゃあお前ライダー顔じゃないんだ、おそらくね。そういうこと言うね。いや多分そう。いや、でも逆に言うと、もう戦隊特化してるからいいんじゃない、中途半端いるじゃん。確かにね。ほう、うん、でしょ。もう多分お前マーベラス以外多分できないの。逆にできる。ちょっとお前ソースケやってみなよ。やだよ、一回やってみ。じゃあ俺マーベラスできるから、ちょっと逆に。なんだてめえは。あ、肉よこせ、肉。これこんな感じ、お前のマーベラス。そう。いや、まあこんな感じ。じゃあお前のセリフちょうだい、セリフ。お前が言ったセリフを俺がやるから。決めゼリフとか、その派手に行くぜじゃないやつ。ああ、よ、派手に行くぜできる。あ、派手に行くぜ、お前先やってよ、派手に行くぜ。一回これに向かって派手に行くぜ。ああ、できるできる、はい、派手に行くぜ。ああ、いいじゃん。なんか、まあなんか、落ち着きがないかな。そう、そう、落ち着きがない。まあでもさ、それは俺とお前の人間性の違いだよね。確かに。この星に守る価値はあるか。かっこいいじゃん。いいじゃん。いいね。価値はあった。いや、俺あると思って言ってる。あって、なのね。あえて聞いてる。あと、俺お前の天狗怪獣のやつで変わっちまったなってやつあるよね。おう、ね、変わっちまったな。そう、お前もこの星のやつの。そう、あるよね。あれ、あれちょっと好きだからさ、言ってよ。いや、いいよ。真似しろよ、真似しろよ、まだ。あ、いいよ、分かった、分かった。なんだっけ、変わっちまったなだっけ。ちげえよ。この星に守る価値はあるか。あ、顔が全部一緒なんだ、さっきのさ。顔が。いや、お前これないよ、これないよ、お前これ。違う違う違う、違う、そんな。みんなこう、絶対こう、絶対こう、こんなになってない。ちょ、もう一回、もう一回やって、もう一回やって、じゃあ、ほんと、確かめるか、もう一回やって。この星に守る価値はあるか。あー、オッケー、終わった。もう一回回すよ。この星に守る価値はあるか。絶対見て、これも聞いてみなって。いやいや、どうでしょう。この人どうでしょう、この人。この人どうでしょう。なってる。
じゃあ分かった、じゃあ次お前が俺の真似しよう。そしたら次、オッケー、じゃあお前ちょっとこれ着る、そしたら熱くなったら脱ぐんかい。あ、いや、脱ぐ、お前これ着て、はい、これ着て、ソースキャップ、はい、じゃあ俺の名台詞が何個かあるから、はい、それ言ってもらいます。はい、じゃあじゃあお前、前ちゃんと聞くよ。いいよ、一回ちゃんと聞く、一回これ入るってか、お前。え、入る、俺腕、お前ガタイ良くない？ガタイいいよ。いや、一回来て、一回来てもいいから。汗かいてるし、これいいだろう、そんくらいよ。T サ三国志の時に来たやつなんだよ、はい、お前でも痩せたな、マジで。ちょっとお前似合わねえな、お前お前似合わねえな、これはい、で、これで、じゃあちょっと俺の言うやつやってね、うん、じゃあ、まあ普通に最初マッハで行くぜ、ちょっと言ってもらおうかな。マッハで行くぜ、3、2、1、はい、マッハで行くぜ。じゃあ、バカにしてるぞ、お前。それお前、ちょ、まあ、もう一個あるから、もう一個あるから、オッケー。じゃあ、これもう一個あるから、いくよ、はい、いくよ、はい、3、2、1、一度でダメなら、何度だって決めるだけさ。はい、オッケー、これね、一度でダメなら、何度だって決めるだけさ。ふざけんじゃねえよ、お前ら、ふざけんなよ、お前熱い熱い。いやでもね、似合わないわ、りょうたは。いや、もう似合わない。でも逆に俺がお前のさ、マーベラスのやつを着てもさ、うん、もしかしたら似合わないのかもね。似合わないと思うよ。似合わないかな、うん、消毒した方がいい、これはちゃんと消毒しました。いや、じゃあちゃんと、そうです、ちゃんとね、はいはいはい、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。